イベント、マリアニアール、MN の EX の7です。教習の内容は、飛竜の攻撃範囲が大幅に拡大。編成の都合で、先方を一人だけにしました。飛竜？フェイロン？知らんけど、強いドローンですね。ほうほう。かなり HP が高いので、対空性能が高いキャラを集めてみました。先方が一人なので、序盤のコストがきついです。あと、結構細かい攻略になっちゃったので、素直にコーレア使った方が良いと思います。最後のステージの AI リオリ苦戦しました。ふむむ。先にメイを置いて、スキルをチャージします。左ルートは、ここでクローラで止めます。ジュナーだと火ダメが大きすぎました。ジュナーは攻撃力は高いけど、防御は低めだからね。右から共産ドローンが出たら、メイのスキル止め手をで倒します。今の地面敵、3体通して4体目をカッターで止めます。医療より先にランセットを配置します。アイテムは何が出たの？妨害装置っていう、ドローンを減速させて、さらにドローンが攻撃できなくなるアイテムですね。ああ、あのすぐ壊れるやつ。ここのは HP が高くて、一発だけ耐えてくれますね。優秀やん。ですね。アレーンをここに左向きに配置。飛竜の説明に隠れて、右から共産ドローンが来てます。隠されてる。カッターとメイとカシャのスキル。妨害装置は一つで良いので、この共産ドローンは倒せなくても OK です。ふむ。アレーンはスキル2で2体攻撃できます。コストが溜まったら、妨害装置をここに配置。先方を下げて、ギターノをここに上向きに配置します。飛竜がいるときは、カッターのスキルを使って回します。忙しいね。はい、手順を間違えそうです。よく見たら、結構攻撃ターン食らってる。ですね。あ、ボスが歩き出した。歩き出して少ししたら、メイとススーロのスキル。これは編成やレベルによりますが、ボスがカッターの目前で、攻撃半減を使ってきて、メイが攻撃半減してから下げて、ムースで止めます。カッターの攻撃も、ボスに当たるようにするのがポイントです。左から飛竜と虫が近づいたらギターノのスキル。まとめて全部攻撃します。飛竜2体とかひどい。クオーラはスキルで、ブロック数を1つ増やします。あ、ムースが倒された。医療を追加で置きます。ボスの後ろの雑魚を倒せていれば OK です。ってカッターもやられたやん。仕方ない。クーリエで繋いでおこう。これはなかなか大変そう。やってることが細かいのもありますが、編成やレベルによって、ボスの攻撃半減が誰に来るかが変わるので、見てくれた人の再現性が低い、というのが難点ですね。ああ、確かに。あとはボスだけなので、早送りします。ざっくり言うと、左ルートに攻撃するキャラが、飛竜も攻撃できるようにした、という感じです。普遍的な攻略はできないので、そういう点でも、強いキャラで解決するのも手だと思います。ちなみに、実装日に生放送でやった時は、エクシアとシャマレで解決しました。ああ、例の組み合わせです。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。